クリーペル前後左右から見たクリーペルクリーペルはロシアが提唱していた次世代有人宇宙船。英語読みでクリッパーとも呼ばれる。計画は後に欧州宇宙機関と共同の CSTS にとって変わられ、CSTS 失敗後もカプセル型の PPTS へと移行している。ソユーズの後継機として設計されており、部分的に再利用できるスペースプレーンで 大気中を滑空して、現在のソユーズよりも、はるかに人間に加速をかけないよう考えられていた。RKK エネルギアのクリーペルワンとして、2006年には、純粋なリフティングボディと小さな翼を持った、スペースプレーンの2つのバージョンが提案されていた。この宇宙船は少なくとも6人の人員を乗せ、地球と国際宇宙ステーションの間を輸送する性能を持つと、推測される。 また、楽観的な立場からは、月探査や火星探査にも、使用可能であると推測されていた。開発の主な目的は、再使用型宇宙船の手法を取り入れ、有人宇宙飛行のコストを減らす、宇宙旅行の準備時間を短くするとともに受ける、加速度を減らす、そして古くなった、ソユーズカプセルのデザインを更新することだと見られている。ありがとうございます。